はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ドラゴンに親を殺された男、ユーハガイの剣士バスターブレイダーです。さあ本日なんですが、ビーステッドが登場してね、めちゃくちゃ強くなってるんですよ、バスターブレイダーデッキが。これバスターブレイダーデッキがマジで強化を受けてまして、これ結局ビーステッドってドラゴン族なんですね、全部が。だからまずね、そもそも融合さえなれるっていうのがめっちゃ優秀で、破壊剣士系のギミックって、まあこのモンスター出してこのモンスターでドラゴン族にして、まあ、ドラゴン全部横向いてお前ら効果発動するなっていうコンボが、まあ、一番強いんですけど、結構ドラゴン族がいっぱいいると、まあ、例えば破壊剣士融合とか打ってね、バスターブレード引いてれば相手のモンスター吸ってね、なんか融合することもできれば、もちろん自分たちがドラゴン族だから自分たちとも融合できるし、で、墓地にドラゴン族が溜まりやすいので、この辺使うとね、なんで破壊剣の追憶で打てばバスターブレイダーとドラゴン族ゲームから除外して、まあバスターブレイダーっていう動きもできるんで、結構ね、いけます、どんなハンドからでも。まあ溶乱引いてりゃ大体なんか適当なハンドからいけるわ。ビーステッドから、まあルベリオンとかからだけど、ルベリオンプラスなんか溶乱になんか適当なモンスター1体とかでもいけるし、なんかね、めちゃくちゃ簡単にこれできるようだったんだよね。で、まあ一応もちろん破壊剣士の万竜も入ってるんですけど、今まで通り入ってるんですけども、まあ万竜引けなくてもなんか結構いろんなハンドからここのムーブできるようになったので、まあかなり強化されてるかなと。僕ねこのモンスターめっちゃ好きなんですよね。なんでかっていうと、圧倒的タイバー拒否をするからです。もうなんかデュエルする気ないもん。もうドラゴン、お前らドラゴンだって勝手に言ってきて、でドラゴンお前らなんか守備表示なんて効果発動するんだとか意味わかんないじゃん。意味わかんないですよ。はい、このギミックがね、たまらなく好きなのでね。はい、というわけで早速ね、今日はこの史上最強モンスター爆誕させていきましょう。デュエルスタンバイ。さてこの世はドラゴン族がはびこりすぎている。粛清していく、我が粛清していく。いやこれ打つと手札こそなくなるんだよね。俺手札こそなくなるから、ちょっと普通に楽に打つしかねえわ。まあ、裏打たれてもまあ墓だからなんとかなる。これなんもねえ。オッケー、アルビオンを融合していくぜ。光と闇のモンスターをゲームからデッキから墓地を送り、現れろ楽園竜アルビオン。そして融合召喚成功時の効果を発動。いやこれちょっとあれだな、若干もったいないところあるなこれな。まあ、しょうがないよなこれな。ちょっとマグナムートが除外されちゃうんですけど、まあしょうがないし、他に闇属性いなかったらしょうがないよこれ。こことここでアルビオンは残しておいた方がルベリオンのコストになれて非常に強いので、まあ、こうしてでルベ特殊でルベリオンの効果を発動。手札を1枚墓地に送ることにより除外ゾーンまたは墓地またはヒールドからカードをデッキに戻し融合召喚を行う。あらあらろ危険竜ミラジェイド。よし、まあ、とりあえずここまでは一見普通のね、一見普通のなんか楽園デッキに見えますよねこれ一見。さあルベリオンを特殊召喚。なんか召喚ムービーがバンバン連発するっていうのもこのデッキのいいところですね。はい、かっこいいっていう。ちなみにまだまだ召喚ムービーをお見せすることはできますよ。一応この最強のトラップカードがあるんでね。破壊剣士の溶乱をセットし、墓穴の指名者をセット。これで私はターンを終了するぜ。そしてエンドフェイズ、アルビオンの効果によってデッキから楽園マジックトラップカードをセットすることができる。これによって楽園追放をセット。よし、これで相手ランに融合することもできるかもしれないし、アルビオンを、除外から守ることもできるかもしれないし、破壊剣士の溶乱でドラゴン族認定おじさんを出すこともできるかもしれない。なるほど、ルベリオンいいだろう。いやもうルベリオンこれなんならこれ墓穴でぶち込んじゃってもいいかもしれないけど、穴ぶち込む説は意外とある。これデッキやったらぶち込もう。なんかちょっとなんだかんだね、こっちのねカード除外されるのめんどくせえわ。ドルドブルムとかそういうの持ってこられる、そらそらでめんどくさいし、まあ、融合できるんだけどね別に。一応追放で逃げれたりはするかもしれないけど、まあ、ちょっとめんどくさいんで一回。はい、こいつらはちなみにドラゴン族で認定しなくてもドラゴン族だぜ。あいつらはなんだろう、楽園系かな。あ、楽園系だね。え、開幕 OK、 いいだろう。開幕、出てきたモンスターとか向こうにした方がいいな。
殺破壊剣士の溶乱を発動。破壊剣士の溶乱の効果により破壊剣カードとバスターブレイダーを墓地に送り、エクストラデッキより破壊万竜バスタードラゴンを特殊召喚できる、過去 DNA、改造シュートを内蔵するぜ。このカードはこれちょっとさ、ラックインの獣でちょっとドラゴン族送っとくわ。ドラゴン族足んねえからちょっと開幕で開幕が破壊したのあんま見ないんだけど、これドラゴン族足んないですよ今現状。なのでこれ送っといてから、破壊剣の追憶の効果を適用した方がいいですね。さあ破壊剣の追憶の効果、このカードをゲームから除外することにより自分の墓地のドラゴン族とバッサーブレイダーの魂をゲームから除外し、そう、これ送っとかないとちょっとドラゴン族がですね、アルビオン君がちょっと楽園追放で蘇ってこなくなっちゃうんで、融合召喚リハガイの剣士バッサーブレイダー召喚ムービーもう3連発見してるから、これ破壊万竜バスタードラゴンを特殊召喚。さあ君たちは今からドラゴン族だ。このモンスターが存在する限り相手のフィールドの表側表示で存在するモンスターは全てドラゴン族になる。そしてバスターブレイダーが存在する場合、ドラゴン族モンスターは効果を発動できない。全てのドラゴン族モンスターは主表示になり効果を発動することはできない。かかってくるがいい、お前らは今からドラゴン族だけどな。うわっさちゃん、なんだお前ダッシーのかモンスターなんて、なにだーにー。いやマジでアルバレナスめっちゃ飛んでくんだけど最近、ちょマジでさ、ちょアルバレナスとか今さ強すぎるだろこれ融合召喚条件。クソバスターラゴンが、でもいやでもあれので結構ドラゴン族多いでしょ。楽融合とか撃たれた、あでも剣竜族、あオッケーオッケー、あぶねえよかった。いやあのね、追放があるんでなんとかなりましたね今のは。はい、多分ね追放でなんとかできた気はする。アルバスの楽園、なるほど、アルバスの楽園はあんまり意味がないか。まあこれは普通に殴るが正解だな。バトルフェイズ、バトル行け。リファガーの剣士バスターブレーダーであの憎きドラゴンを攻撃、よくもこれは佐藤の分。そしてドラゴン族、あーアルブルめんどくさ、アルベルめんどくさ、はいはい、で効果無効ね。さあフィールド上のモンスターの効果は無効化される、なるほどなるほど、いいだろう。では楽園追放を発動。楽園追放の効果により自分の墓地の楽園竜アルビオンを特殊召喚、そして特殊召喚に成功した後フィールドのモンスターで融合召喚を行うことができる。お前のモンスター闇属性だな。融合召喚あれだ、プレタープラッツドラゴスタメリア。残念ながらてめえのライフはもうゼロだ。いけ、ちょうどだ、お釣りなし、大勢ありがとうございました。つー史上最強デッキや。このフィールドかっこいいな、やっぱマジで本当にかっこいい。あルベリオンスターとか、まあでもまあ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 動けなくはないんで、まあ、なんとかなりますね。ルベリオンでまあ、ヨーランあればね、ドラゴン族プラスなんだヨーランで、まあ、一応素材は揃ってるんですよね。まあ、ちょっと追憶の効果で墓地にドラゴン族を送らないといけないんで、ちょっと若干1枚足りない時あるんですけど、ちょっと出しに行った方がいいですね、これ。出しに行きましょう。ルベリオン除外して、あ、増字か。なるほど。まあ、一応墓穴かな。あまあ、増字持ってたら別になんか自分も増字してかスルーするかもしれないけど、まあ、とりあえず一応1枚でもちょっとドローを減らしておいて、まあ、これ以上展開できないですけどね、このデッキ今で。マグナム出しに行きまして、で、マグナム効果発動しておきましょう。なんかあんな、もう一枚あんのか、何かがある、なんだろうな。でもこれ多分あったらしょ、ウララとかでしょ、
ちょっとね強引に動いている感じしますけど、まあこれで、ね、まあ、十分、まあ言うて、まあ、ドラゴントロニって出るしミラジェル出るし、なんかそんなに弱くはないですねこれ。はい、ただうららっぽいね、なんかうららっぽい気がするわ。で、ミラジェル出していく。おい、でこれでドラゴン族墓地送られたので、大丈夫ですね。これで溶乱打てば、バスブレイズ出てくると。で、これでエンドレス。で、マグラムートで、どうしよっかな。まあ、ドルイドブルムか、バルドレイクか。まあ、ドルイドブルムか。ドルイドブルムだな。まあ、ドルイドは一番強いんで、ドルイドブルムにしますか。まあ、これ、次のターンのこと考えてね、なんか、レベル4直接持ってくるとか、なんか、破壊剣士の、バンリュー持ってくるとかあるんですけどね。あと、アルバスとか。まあ、これ、お好みって感じなんだけど。さあ、一応、妨害すぎや、ドルイドブルムの墓地除外と、あ、スプライトはね、スプライト飛ばした方がいいよな。スプライトは飛ばした方がいいよな。裏なんだよな、でもあれ。あ、なんかさ、裏ありそうだよね、チェーン的に。バンリュー君が一応、コストで送れるんで、まあ、裏では止まんないけどな。で、これちょっと一回ヨーラン打つわ。もうこれ多分これで無限ホイ打てないから、破壊剣士の追憶とバスターブレイダー墓地送って発動できるんでね、送って発動が大丈夫で追憶効果、まあ一応特殊召喚されたモンスターの効果を、通すわけいかないので、ここでドラゴン族モンスターとバスターブレイダーの魂を除外することにより、まあありますか、融合召喚現れろ竜破壊の剣士バスタープライダー、さらにドラゴン族認定お兄さん。君たち今からドラゴン族ね、君たちのフィールド全部ドラゴン族だからよろしく。はいはいはい、レッドね、いいよ。ちなみに全部守備用紙になるっていう効果もあるから、これめっちゃ強いから、これエクシスモンスターとかでなんか突破しようと思ってもなんかエクシスモンスターが守備表示になるから、戦闘できないから、さあブルーが一応出てきましたけども、どうするんでしょうか。まあリンクモンスターと守備表示になりません、ね、一応リンクモンスターは守備表示にはなりません。さあどうするんでしょうか。何セイントレア全部守備表示になるぞ、大丈夫か。このカードは戦闘では破壊されないだよな、そうだよな、戦闘では破壊されないという、でダメ捨てになんか手札戻すみたいな効果ね、まあ、問題ないっすわ、そんなものはミラジェードいるし。でアルビオンの効果を発動、アルビオンの効果により、デッキから楽園マジックトラップカードを1枚を、やっぱうらら持ってたね、うん、なんかチェーン的にそんな感じだったもんな。はい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 、まあ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 、そこ止められるのはまあそんなに関係ないんでまあいいでしょう。で我のターン入りまして、開幕か、なるほど。では一発開幕っていいね。でドルイドを切って、でアルベルを特殊せずでよくて、これ召喚でよくて、で盾召喚するでしょ。で効果発動を、まあ楽園融合かなんか持ってきてみますか。でこれね、いい相性がいいのがね、いや本当に相性がいいんだよこれ。なんでかっていうとね、これじゃ あのお前セイントリアこのターンどう突破するんだという話があると思うんですけども、これね、まあ、ルベリオンが落とせるわけですわ、楽園融合かな。で、まあ、さっきルベリオン1枚除外しちゃったんですけど、これでルベリオンが今墓地にある状態であるということで、まあアルビオンの効果は使っちゃってもいいですね。アルビオンの効果でこれはまあ何でも、まあ、ミラジェイドを出せないから、まあスタペリアの方がいいですね。何でもいいんだけどなこれ戻すのは、これでいいや。アルビオン除外、はい。でスタペ出すでしょ。で自分の墓地のルベリオンの効果発動して、バスタードラゴンをリリースして、ドラゴン族じゃなくしてあげるよ。よかったね。もう君ドラゴン族じゃなくてもいいや。で、ルベリオンを特殊召喚。
で、レベル4の効果発動。楽園の獣を置くと。はい。で、獣効果発動。で、アルビオンを破壊して、相手のセイントレを爆破。やってる動き強すぎてさ。で、まあ、バトルフェーズですね。さあ、行きましょう。あー、つか、ダイレクトすぎるな。バスタブレイではダイレクトアタックができないが、問題はない。もうてめえのライフは残り少ねえからな。対戦ありがとうございました。ドラゴン族認定おじさんやっぱ強えな。先行取れたら普通に何でも勝てるわ。ビーステッド奇跡、ビーステッド奇跡。ティアラメンズであれ、ティアラメンズであれば二妨害構えられるぞこれ。この反動でもな。天竜フィシュだ。何、天竜フィシュだ。はい、何ですかこれ。双剣ですか、天意双剣ですか。天意双剣って今息してるんですか。最近全然当たりませんけども。あ、ちげえ、なんだこれ。アームドラゴンレベル3は、レベル3、これアームドブルか。あー、コスト強えな。アームドドラ、あ、レベル7軸なのかなこれ。7軸アームドみたいな感じか。いや、7軸アームドだとなんかこれギャラクシートアホークとか出せるんですよね、このデッキ。いや、結構やばそうな匂いは感じるけど。はい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 。で、5効果でドラゴン族なんか持ってこれて、で、5の効果でなんか捨てて7になれて、はい、で7出てきて、じゃ普通にヤバくねやってる動きで、7効果でなんかアームドドラゴン系のカードサーチできるよみたいなことですよね。まあ、全然、まあ、そこまではいいですよ。まあ、こっから何が起きるかっていうのがまあ問題ではある。あー、普通にやばいよね。いや、やばいですね、普通にやばい。いや、これ出しとくべきか。マグラムートはちょっと出しておこう。なんかちょっと妨害とか構えられるのめんどくさいし、あいつは除外しておきましょう。これこっから何出てくんのこれ。光闇でさ、もう一枚除外できるんだけど、なんかもう一枚除外したらワンチャン止まるとかあるかな。いやー、でもなんか多分これバリアドンとかなんじゃねえ、ラドンとかなんじゃね、直接ラドンでもいいけど、ラドンとか出てきそうなんだよこれ。いや、普通にね、これね、アームドドラゴンっていうギミックめちゃくちゃ強くて、あのレベル7のモンスターをかなり並べやすくなってるんですよね、ギミック上。なんでこれさすがにこの答え並ぶと終わる気がするんだけど。え、何これ。リンクゴッドドラゴン。ファッケンリンクゴッドじゃん。やばいことしてる、やばすぎでしょ。これをね、5枚持ち送るっていうデメリット効果みたいなのを発禁令すると一応無効にできて、で相手モンスター全突破することができて、で他のカードの効果を受けなくて、光と闇以外のモンスターとの戦闘では破壊されないと。出た、無敵の最強モンスター。無敵じゃん、マジで、マジで無敵だけど。これあいつドラゴン族なんだよ。これさ、これもしかしてなんだけどさ、これってさ、アレバス君さ、セットしてさ、これさ、いや、これ普通はそう簡単には突破できないけど、アクセスコードとか入ってるでしょ、この時。これさ、いや、俺思ったんだけどさ、これこうすんじゃん。これで、え、リンゴットさん、リンゴットさん、ドラゴン族デッキ人権なさすぎて草なんだが。